ガブリコとガブリエル・フランシスコ・ガルシア・デラ・トーレはスペイン・バルセロナ県出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現在は FC ・アンドラの監督を務めている。現役時代は主に MF として右サイドや中央でプレーし、時には右 SB も務めた。FC ・バルセロナでプロとして7年、株組織時代を含め13年在籍し、 その間に4つの主要なタイトルを獲得するが、主に控えだった。また、アヤックス・アムステルダムで4年プレーした。スペイン代表として、UEFA ユーロ2 0 0 4に出場した。カタルーニャ州バルセロナ県サジェンに生まれた、ガブリは、14歳の時に、FC バルセロナのカンテラに加入。1997年、西軍ダディビシオンに属する FC、バルセロナ B で、 プロキャリアをはじめ、1年目の1997から98シーズンに28試合4得点を記録した。1999年にトップチームに昇格を、果たしてから4シーズンの間は、レギュラークラスとしてプレーしていたが、ビッグクラブ UA の選手層の厚さと2004から0個、シーズンのホームで4から1と勝利した、レアルサラゴサ戦で深刻な負傷に見舞われたため、出場機会が激減。 このシーズンと2005から06シーズンにチームはプリメーラディビシオン連覇 UEFA チャンピオンズリーグスーペルコパデースパーニャとタイトルを次々獲得し黄金期を迎えていたが2005から06シーズンも再び負傷とあまり影響を与えることはできなかった2005から06シーズン冬の遺跡市場でプレミアリーグのチームに引き抜かれそうになったが 親友のシャビをはじめとする多くのチームメイトに引き止められて残留したが、シーズン終了後にバルセロナとの契約更新はなく、バルセロナの元アシスタントコーチで、アヤックス・アムステルダムの監督に就任した変革カテの誘いに応じる形で2006年6月6日に、自由移籍で元同僚のロジェール・ガルシアと共に、アヤックスに加入した。8月に、ヨハン・クライフ・シャールで、 ライバルの PSV、アイントホーフェ編を3から1で下し、早速タイトルを獲得するなど良いスタートを切った。ガブリは、レギュラーとして、チームに貢献していたものの、リーグ最終節で、得失点差わずか1で PSV に、タイトルが渡り、優勝を逃した。2007年5月、KNVB カップ決勝戦で79分に、レッドカードをもらい退場したものの、チームは、 PK 戦の末に AG アルクマールを破り優勝した。同年8月のヨハンクライフシャールでガブリは唯一の得点を決め、再び PSV を破りタイトル獲得に貢献した。アヤックスはリーグ戦で2位だったにもかかわらず、出場数13と出場機会が少なかったガブリは2010年5月27日、31歳の時に カタールのウムサラル SC と契約を結んだ。翌年7月4日、再び国とチームを変え、スイスの FC シオンに加入した。2012年7月25日、リーグ戦にあまり出場できなかったガブリは、同じスイスの FC ローザンヌスポルトに移籍した。現役引退後の2014年6月30日、FC バルセロナ B のアシスタントコーチに就任した。 2017年10月25日、FC シオンの監督に就任することが発表された。U-20 代表として 1999FIFA ワールドユース選手権で優勝を成し遂げた。さらに2000年に U-23 代表として、背番号10を背負い、シャビ、カルレス、プジョル、ダビド・アルベルダ、アルベルトルケ、 カルロス・マルチェナラと共にシドニーオリンピックで銀メダル獲得に貢献した。2003年4月30日のエクアドルとの親善試合で A 代表デビューした。UEFA ユーロ2004のメンバーに選ばれたが、チームはグループリーグで敗退し、ガブリに出場機会は来なかった。 FC バルセロナアヤックスアムステルダムインジャードゴブリファースシックスマンツアウトガブリが離脱バルセロナにいたデガブリがバルサ対談へガブリガアヤックスへ移籍アヤックス今季初タイトルを獲得アヤックスがスーパーカップ三連覇ゴブリナルームムシラルトランスフォーヌーズゴブリオフェンバーズシオンゴブリータファーシュグナントアローザンヌゴブリインティモデルイスアレス レグレーザー・アルバー・サパラ・インテグラス、ENL ・スタッフ・デル・フィリアル、ムンド・デ・ポルティボ、2015年7月9日閲覧。レー f シシオン・オフィシャライズ・エル、アーレーベ・デ・ゴブリ・シュールル・バンク・ SFL、CH、25オクトーバー201。ありがとうございます。